ジャンプ界内気な少女霞のもとにある日父から荷物が届けられる。鏡？こっちは指輪だ。頭が変わりなさい。霞の本音をさらけ出す私の中のもう一人の私。鏡と指輪を狙って霞を襲う謎の外国人たち。私と変わってもう戦うしかないんだから。戦う？殺されるんだよ。私は逃げる。戦ってやっつける。井上純也が描くリアル魔法少女ストーリー、ラビアンドール。コミックス第1巻、2014年1月9日発売。